あ、やっぱり。これ就活してたやつじゃん。さっき紹介されている時に見覚えがある人だと思ってたんです。ここに入れてもらえて僕たちはラッキーですよね。ここの人たちはすごいんです。震災中なのに食料や水はたくさん用意してあるし、電源まで確保してあるんだそうです。ま、食べるものさえもらえればいいや。なんでもここの主催者の方が事前に巨大地震が来ることを予言されていたとか。だからこれだけの準備ができたんだそうです。予言の詳細についてはここに書いてありますよ。春の時点でもう地震が来ることが分かってたんだから。すごいですよ。ところで君はもう寄付はしてきたんですか？寄付？寄付ってなんだい？まだ説明してもらってないんですか？ここの活動を続けるために資金が必要なんだそうです。あの人たちに尋ねてみると丁寧に教えてくれますよ。ぼったくられるぞ。僕には今お金がないから寄付できないけど、頑張ってたくさん寄付するつもりです。こんな親切な人たちに出会えて母さんも喜んでくれると思うな。完全に洗脳完了してる。家に帰れたら母さんにもここの人たちの会に入るよう勧めるつもりです。やばい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 。お、何食べようかな。ワイン飲むか。お、いいね。あ、これ食い放題じゃん。ピザもいっとこう。お、もっと食べよう。やった。街に出て弱ってる人に声をかけて一人ずつ連れてきてください。マジか。お、よし。連れてきましたよ。あ、ニューカイ、幸せになりましょう。素晴らしいですわ。この短期間に3名もの仲間を増やしてしまうなんて。いえいえ。こんなペテンが通用すると思っておるのか。え、わしは病気や怪我をしておる人がいるというから気になってきただけだ。何が寄付だ、何が勧誘だ。こんな人々が心身ともに傷ついているときにその弱みにつけ込みよって、わしは帰る。どいつもこいつも何をするんだ、話せ。やばい。さあ、危ないですから中に入りましょう。お前たちが危ない。たまにあんな自分勝手な人がいるんですよ。困ったものです。気を取り直してあなたの活躍を白陽様にご報告しましょう。はい。白陽様と直接話ができるなんてとても光栄なことですよ。マジ。失礼いたします。ノルマ達成の方をお連れしました。入ってもらいなさい。さあ、おかけなさい。白陽様、活躍してもらっているようだね。ありがとう。世間では私のことをペテン師呼ばわりする者もいる。君もそう思っているんじゃないかい？このペテン師野郎、さっさと正体を現しやがれ。協力してんじゃねえか。私のことはペテン師と呼んでもらっても一向に構わない。こんな勢いのやつは初めてだっただろうな。ならばあなたは私たちの分も世の中の人たちのために尽くしてください。ところであなたに頼みがあります。この団体を私の代わりに率いてもらえないだろう。え、確かに僕が率いた方が良さそうだ。
やってやるよ。うち才能あるわ。そうですか。これは頼もしい。世のため人のために尽くしてください。頼みましたよ。代表になった。いい景色だ。お、金庫使えるね。お、現金3000万。サファイアは指輪？なんだこれ。サファイアの指輪？これは当然もらうけど、あくまで借りていこう。まあ、あくまで借りていくと。よっしゃ、代表最高。代表通りますよ。はい、どいてどいて。僕が代表ですよ。入れ伏せ。おお、いいね、お前。お前、昇格な。いいじゃん、いいじゃん。お、頑張れよ。いいんだ、いいんだ。ゆっくりしてけ。だろ？お、せいぜい頑張れよ。おっと？おっとっと？あなたのような人がいるから、世の中が殺伐としたものになるんです。おほえ。全くです。いい年して、そんなこともわからないのか。代表、これは見苦しいところをお見せしました。あまわん。このような分別がつかぬ大人は、なんとかせねばと思っております。これからも、団体を盛り上げていってください。なりきるなお前。もちろんでございます。団体がより広く普及するよう尽くします。やべ、楽しくなってきた。まずいぞ、この感情は。あなたのような人が解放させてみるか。その人をすぐに解放しなさい。え、なんですって。この男は団体の活動を否定するとんでもない輩です。解放などとてもできるものではありません。いいからつべこべ言わずに解放しなさい。はい、かしこまりました。やれやれ、ようやく体を動かせるようになったわい。お前さんはこの団体の他の者とは違うようだな。ではこれにて失礼。そっちへは進めないよ。そんなこと、いつ誰が決めたんだ。わしは行きたい方へ行くのだ。え、あ、これで道開けてくれるんだ、この人。ありがとう。あばよ。 Thank you。柳沢慎吾ばりのアバイをいただきました。あなたは裏切り者だわ。え、私たちの活動は尊いものであるはず。いやいやいや、待ってくれ。なぜそれを否定した。代表だぞ俺は。みんな、代表が裏切ったぞ。代表が裏切るってなんだ。ただです。やばい、やばい、裏切り者を始末するんだ。やばい。え、どういう状況。普通や。うわ、いっぱいいる。裏切り者め。え、怖っ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 。振るんですけど。捕まってみようか。あ、痛い痛い。殴られるんだけど。
なんだこのゲーム。逃がすな。うわあ。逃がすな。何が始まってるんだ。やばい。ああ、しかも地震来てる。なんだこれ。逃がす。うわあ。